予ド定。ラゴンさん何歳ですか？俺は、34です。あ、ええー、JP がいくつ？僕20、マル君の1個下の25の年です。25。みんなが26の年、7の年。7ですね、僕は。え、マルだけ1個下なんです。マルとフォイが1個下です、26ですね。あ、そうなんだ。はい。で、社長が30ぐらいだもんね。そう、社長が30ですね。いやだから全然やっぱもうここの5年ぐらいで全然違うよね。俺らの時はやっぱ YouTube なんて違法アップロードしか上がってない。まあそうですよね。ほぼほぼ違法アップロード。確かに。何これみたいな。だからその昔のドラマとか。まあそうそう、そのイメージだわ。昔のドラマとか何なんだろう、このサイトみたいな。そうですね。音楽が違法に上がってたりとか。MP3 のイメージだ。そう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 。っていうイメージだったけどね。本当に変わったよね、この5、6年でね。確かに。 SNS は何だったミクシーもうない。そう、ミクシーが俺がだから17、8ぐらいの時。グリーとかですか？そう、え、グリーもその後だね。そう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 。ミクシーやってたね。どこ行ったのあれ。ミクシー、ツイッター、フェイスブック。うん。だね、そうそう、ほんとそんな感じ。フェイスブックはその時からあったんだ。ほんとに。だから、俺あの頃ってそのツイッターとかもツイッターみたいなのいたのかな。みんな、ね、いたんだろうけど。確かに確かに。そう、銀太君最近何してるんですか、一番。このさ、仕事以外の時間。仕事以外の時間。今趣味あるんですか、ハマってる。いや、だけどやっぱ音楽作ることが趣味だから。ああ、なるほどね。そう、基本それ以外か、あとは遊び行くぐらい。遊びだ。じゃあ遊びだわ。PV とかさ、レベルめっちゃ高い。いや、ちょっと高すぎますね。あれ、どうなっちゃってんのあれ。あ、だけど意外とそんな別に。安いので、あ、どう、安くないよね、絶対安くない、あれは。だってやばいセットとさ、だって人もすごい数出てくるやん。あ、どれですか？あの今最近の、あのタイとかで撮ってるやつとか。あれタイだから結構安いんだ。タイだからなんだ。そう、タイ価格だから安い。その動画は誰が演出してくれてんの？あ、確かに。演出でどういうことですか？要はあの PV を、例えばなんか、だってわけわかんねえ、なんかさ、変なほうき吐いてるおっさんとかをこうやってさ、なんか出てったりとかするじゃん。あ、でも一応なんかある程度の構成は僕が考えたりしてたりもしてて。そうなんだ。そういうことで。でも伝えづらいんですよね、やっぱ通訳をどんだけ挟んだりしてる。ちょっと違くなっちゃったりはしてるんですけども、でもうちょっとこうしたいなっていうのがあったりしてるんですけど、基本そのブルース、最近出した曲とかも意味のわからないミュージックビデオだったり、そうは僕がなんとなくアイデアを出しながら。え、あれそうだ。だって衣装さんとその舞台、あ、そう、監督さんとかも一緒に、監督がいて、で、タイ人の、はい、そうそうそう、カメラさん、やばくね、カメラマンいて、どれぐらい、一個の PV でどれぐらいの大人がかかってるんですか？いや、だって20人、30人とか、30人で、1本撮るのに何日かかる？いや、1日で終わります。え？ 1 日なんだ、あれが？はい、1日で。XOXO とかも120万円ぐらいなんで、そんな高くないですよ。そんな明確な金額言うの。120万円なんだ、XOXO。120万であの超かっこいい PV できるの。はい、で、鬼バズりね。やばくない？すごいわ。ありがたいです。なんかさ、こう、一般のさ、俺らからするとさ、どうやって作ってんのって思うよね。全く分かんないですよね。誰がこれ、その、なんつうの、確かに制作総指揮は誰みたいな。でも本当に、宮崎駿みたいな。しかもマジでタイに知り合いとかいなかったんで、もうとりあえず多分なんか音楽が一番フィーチャリングとかして、なんかいずれは世界とかに行けるんじゃないのかなとか思いながら、だから僕はなんかたまたま TikTok で見つけたんですよ、今年の1月に、うん、その人に DM 送ったんですよ、いい音楽歌ってたかしら。え、それタイのラップスプライト、アスプライト君とはまた別の人に送ったら、めちゃくちゃでかい事務所の事務所に所属していた人なんですよ。でそしたらその人からもうバリ気に入られて、そう、それでめっちゃミュージックビデオチームとかも紹介してくれたり、アーティストとかも紹介してくれたり、ローション相撲やってた。はい、ローション相撲。何やねん。確かにめちゃめちゃ500万ぐらいいる。600、500万、あれやばかった。確かに。何なのこの企画って。しかもあれを1回、本当はあれ上げたの4月ぐらいなんですよ、ローション相撲のやつをサバカかなんかで開けたんですけど、そしたらタイの急上昇ランキング13位だった。マジで？え、てかどういうシステムでタイになるの？配合を上げてるからか。あ、そう、その時は体重マッカーもつけてたんですかね、確か。それでめちゃくちゃすごい。それでサバカなんですけど、レペゼンのサバカの方でやったんですけど、一回。そし4月急上昇ランキング13位とか。意味が分からなかったっす。ローション相撲って、ね、日本の文
かな。いや多分そうだと思う。あっちにはないですよね。知らない。多分ないって。ローション自体がまずないんで。みんな何これみたいな感じ。多分そっとめっちゃおもろいってなると思う。確かに相撲がないんだ。そうそうそう。ローションあるけど。だから相撲ってやんないよ多分ローション。なるほど。ローション喧嘩と。あの相手のさあのグループのさ方々がなんかもう普通にただのおっさんたち。俺たちが分からない魅力分かんないんだけどさなんか普通のおっさんすぎてめっちゃ笑っちゃった。普通のおっさんでした。え、あれおじさんチームなの？いや、言うて多分僕らの2個上とかぐらい。はい。めっちゃ大人っぽく見える。マジで？はい、見た目はやっぱ。そうなんだ。でもバリおもろかったっす。バリおもろかったね、あれね。はい。やばい、こ